はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は9月15日、金曜日でございますね。週末です。金曜日ね、会社に行かれてる方は、なんか皆さんとね、お食事をしたりとかね、居酒屋行ったりね、カラオケやったりね、楽しんでらっしゃるというふうに思いますけどね。私はですね、相も変わらずでございます。別にね、金曜も土曜も日曜もね、月曜ももうほぼ変わらないですね。月曜日が嫌だったんですよね。本当に。でも金曜日はまあある意味ね、金曜の夜は嬉しかったですよね。まあね、サラリーマンっていうのはやっぱこう、ある意味こうね、終日は鎖につながれてるという感じでしたね。やっぱね。ということでございますけれども。今日ね、私昼ご飯ですね、もう一軒のね、和食のお店ね、サバの美味しいとこね。はい、行ってまいりまして。これね。これ食べました、これ。美味しそうに焼けてるでしょ。まあ、塩味も程よくてですね。これでまあ、ちょっとおばんざいがこうついてるんですけどね。ちょっとその写真はちょっと、あげ忘れたんですけど、美味しかったでございます。ね。さあ、塩サバ食べたくなるんですよね。ね。なんかね、ということですね。で今日は、ですね。なんかまあ、30度は超えてたんですけど、まあ、そんなにね、暑いという感じでもなかったですけど、少しもわーっとしてましたよね。ほんで空はね、まあ、こんな感じでね、こう、なんか、怪しいでしょ、雲雪が。で、その後、まあ、ご飯食べて家帰ってきて、しばらくしてね。今日は釣りバカ日誌を見てたんですよ。バカでしょ。やっぱあれ面白いですよね。何度でも見れますよね。ほんで何ですかね、そしたら雷がね、ゴンゴロゴンゴロ鳴り始めてですね。ほんでトイレにね、入ってる時に、いきなり電気が切れましてですね、バシャッと。真っ暗になっちゃってですね。どうしようと思ってたんですけど、そしたらあれですね。すぐね、着きましたけどね。ブレーカーはなんか落ちてなかったみたいですね。なんかね、変な天気でございました。それでこれ帰りがけね、お花屋さんね、いつものところですけれど、ちょっとね、これが綺麗だったんでね、パシャリと撮りましたね。ちょっとこうなんか見えないっすよ。なんちゅう花かね、見えないですけど、綺麗なね、色っすよね。で、この花の形がなんかね、ポンポン菓子みたいな感じで。面白いですよね。で、まあ、ここら辺の黄色い小花も綺麗ですし、あとなんすかね、これは系統ですね。系統って書いてますね。系統ってこんなんすかね。これまあ、ここにあるのはなんかよくわかりませんけど、コティニフォリアとかなんか、高いですよね、1800円。すごいですね。あ、こっちかな？まあ、ちょっとどっちかよくわかんないですけど、まあ、とにかく花綺麗ですよね。まあね。うん。色合いがこうね。やっぱこれ花屋さんやっぱ考えてこう置くんですかね、やっぱりね。黄色の横にね、ちょっと紫色とかね。どうなんですかね。まあでも、なんかいつもこう、ちょっと綺麗にね、な感じに見えますね。黄色ばっかりわーってあってもね、ちょっとね、むさ苦しいですもんね。ね。そんなことで、ございますね。それで今日のラブちゃんですね。皆さんお楽しみのラブちゃんはこれでございます。今日私紀ノ国屋があるんですよね。で、そこで何すかね、紀ノ国屋金星のですね、なんかなんて言うんですかね、飴とアーモンドが、こう、ない混ぜになって硬いやつね。あれな、スコッチとかなんか書いてありましたね。それを買ってですね、して、食べ始めたらやめられなくなってですね。これで、これね、落としたんですよ、これね。そしたらもうラブちゃんがね、遊びまくってですね。これね。もう今ちょっと遊びが一段落したとこなんですけどね。なんかね、うん。もう面白くないな、みたいなね。でもなんかこっちにまだ入ったやつがですね。あ、どうでもいいですけど、これね、全部食べちゃったんですよね。ほんでお腹いっぱいになっちゃってですね。甘いですからね。ちょっとなんか練乳を一本飲みしたみたいなぐらいの感じの。ね。糖尿、危ないですよね。私気をつけないとね。とにかく甘いの好きですからね。まあ、だけど、一説によれば、お酒をね、ほんと毎日結構飲む方ってはですね、相当な糖分を取ってるらしいですね。ですから、まあ、それに比べたらね、まあ、そんな毎日いっぱい甘いものを取るわけじゃないんでね。まあ、いいのかなと。ラブちゃんのこの辺のラインが綺麗ですよね。やっぱ、ニャンコはもうこの辺がね、いいですね。この口のあたり、横側のところがね、綺麗でございます。ということでね、癒されましたでしょうか。はい。で、日経平均株価なんですけど、まあ、ご飯を食べる前に一回ちょっと見たんですけど、その時はですね、結
構な含み益言ってまして、106% 超えてましたかね。ね。あ、まあ、なんか、多分調子いいんだろうなと。まあ、そんな感じなんですけど。で、今日の日経平均株価ね。まあ、昨日は、あれですね、ダウが結構大きく上げたのも、まあ、あるんだと思うんですけど、プラス360円の 33,533 円ということでね。結構上がってきましたね、これね。34,000 円かもしれないですね。この調子ならね。ほんで、トピックスは2428ポイント。これもね、プラス22ポイント。いいですね。で、まだまだ下げてますね。下げますね。ほんで、まあ、ドル円がすごいですよね。もう、148円、もうちょっとですよね。これ。円で上げてますよね。というような感じですね。それから、CFD ね。CFD で見るのが、まあ、9月はいいということで、視聴者さんのね、賢い方からね、ご意見いただきまして、なるほどなと、配当があるしね、みたいな。ね。まあ、先物ね、配当関係するっすよね。で、CFD は、ま、今のところプラスですね。うん、いい感じですね。それで、10年債の利回り7超えましたね。0.702 ですね。うん。まあ、金利が上がるというね、まあ、思惑から、今日は銀行株がね、昨日もめっちゃ上げたんですかね。で、今日はちょっと、ね、利益確定にちょっと押されてますけどね。まあそんなような感じですね。それで、そうですね。まあその、お昼、サバを食べながらね。見たときはですね、106% 以上の含み益あったんですけど、まあ引けにかけて落ち着いてきてですね。それでまあですね、現在の含み益ですね。104.2% ということで、まあこれもですね、今年のまあ記録ですね。っていうふうなことでございます。現金比率ですね。これ今週、今週ですね。先週か。先週にこの AD ワークスね。これですね。AD ワークスグループを、まあ、ちょっとだけですけど、買ったんですけど、まあ、ほとんど、現金比率に、まあ、こう、影響を与えてないんで、大体まあ、市場に、まあ、投下している資金が、65% ですね。それから、引き上げてるですね、待機資金ですね。下落のための、時のための、あるいはまあ、よほどいい銘柄が見つかった場合のですね、待機資金がですね、35% ということで、そういうのは65対35の割合で、今ね、ポートフォリオを組んでるというような状態で、まあ、はっきり言ってですね、今の、まあ、市場環境だけ見ていくと、まあ、備えは万全かなというふうには思います。ですので、まあ、このままね、伸び続けていってくれれば一番いいかなというふうに思うんですけどね。まあ、そんなことで、今日はですね、その29銘柄ですね、ちょっと一個一個ね、見ていこうかなと。それでですね、まず物太郎ですね。まあ、物太郎はなんか、買った方も、なんかいらっしゃったみたいですよね、視聴者さんでね。で、物太郎って、まあ、大体こう、あれですね、月次でね、いろいろ動くんですよね。で、まあ、こう、チャート見ますとですね、これじゃなくて、日足がいいですね。はい。まあ、こんな感じで1561円まで落ちたんですね。で、今日1600円までね。まあ、上げてきてるんですけど、まあ、どっちかというとこれ、下げトレンドですよね。まあ、チャート分析される方はもう、こう、下げトレンドだっていうふうにきっとね。なんかこの辺にこう、線を引っ張ってね、また平行線引っ張ってね。ははっ。こう、なんか水平線も引っ張ってやるんだと思うんですけど、まあ、これ上値がこう、ずっと切り下がっていってるんで、まあ、これはもうあかんねという話になるんだと思うんですけどね。でもですね、これ月次でやっぱ反応していってるんですよね。で、ちょっとこの1561円というのは9月14日の最安値ですよね。うん。これは結構な安値ですね。ここで拾えると、まあ、ね、持ってない場合はすごいいいと思いますけどね。ですけど、ですね、これニュースでね、見てみますと、これ、8月の月次が11日に出たんですよね。それで14日、まあそこから下がっていって14日にね。まあ、あれ今年の最安値じゃないですかね。ちょっとわかんないですけど、知らせなんですけど、まあ再三申し上げてるように、見るべきところは、これです。売上です。売上を開示してるんでね。7月206億でしょ。で、これ 113.3% 増ですよね。それから8月が192億で、これも113ということで、悪くないですよね。で、これ四半期ごとにですね、アメリカのですね、グレンジャー、親会社のグレンジャーね、あそこのですね、まあ、EC をね、まあ、要するに、いろいろね、コンサルティングして、まあ、指導してるんで、そのロイヤリティみたいなのが入ってくるんですよ。だからまあ、こう、3月とか、あと6月とかね、
結構まあ、出会いがこう乗ってくるんですけど、今回はですね、8月これ、そうですね。まあでも乗った方ですかね。だいたい7月の方がこれいいみたいですもんね。で、8月はやっぱり、小売業の日八と同じで、なんかやっぱり売上的に低いですよね。で、こういう季節性っていうのはやっぱあるんですよね。それで、まあ、実際その 13% 増ならね、私何の問題もないと思うんですよ。ね。ところがですね、8月がですね、この新規の顧客数ですね。これがですね、9万2000人落ちたんですね。で、これ10万落ちるとですね、だいたい下がるんですよ。10万割るとね。で、その10万上回ると株価が上がるというわけのわからないね、ことを繰り返したんですよね。で、まあ、それが一つの、こう、なんていうんですかね、サインみたいなことになっちゃってるんですけど、まあ、実態はですね、何度もご説明しているように、ここはですね、大企業連携ですね。これを強化してるんですよね。ですから、その、口座数が必ずしも増えなくても、いやね、いっぱい増えなくてもね、まあ、10万がいいのか悪いのかよくわかんないですけど、まあ、10万じゃなくてもですね、まあ、要するに、業績的にはですね、全然問題ないわけなんですよね。だから、こうやって、13% 増が、まあ、継続してるということになるかなというふうに思います。で、まあ、そうですね、まあ、この9月、10月、あと残り11月、12月とこうあるんですけど、うん、まあ、これはですね、多分ですね、私はこの巡航速度でいくと思います。この 10% 台のね、プラスですね。これをまあ、ちょっと維持していけるんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱこう積み上がってくるんでね。ここで取ったの、ここで取ったの、ここで取ったの、ここで取ったお客さん、ここで取ったお客さん、ここで取ったお客さんね。で、それがやっぱ全部ですね、こうやって発露していくんですよね。で、まあ、シーズンの変わり目とか、あとまあね、12月頃になると、あれでしょ、ダダダダダとかやって工事やってるじゃないですか、あちこちで。そういうのもあるんで、まあ、ここら辺もね、下半期のところですね。それから9月になんかまあ、竣工とかね、ビルのね、そういうのもあるでしょ。だまあ、いろんな仕事をね、まあ、に関連する、まあ、建設、土木、それからまあ、自動車、修理、工場とかね、まあ、いろんなところでまあ、こう、モノタロウは疲れてるんで、まあね、私はもう全くこれは心配してないです。ただまあね、あれですね、本当にこのチャートを見ると、なんか、いやー、ここね、これは安いなーっていうふうに思います、本当に。まあもちろんですね、PBR は 9.99 倍、PR は 34.9 倍の、もうお化けみたいな、これあれですよ、ミックス係数なんですよね。ですけど、このミックス係数はですね、なんで正当化されてるかというと、やっぱり、あれですよね、もう、それこそ日本のアマゾンということで、まあ、モノタロウが今後ですね、その、まだ、この先5年とか、まあ10年とかですね、成長し続けるのは、ほぼほぼね、間違いないんですよね。だからまあ、ずーっと成長しててでしょ。で、ここね、売り上げが積み上がってくるような、そういう、まあ、いわゆる、形、まあ、ロングテールの、まあ、そのビジネスなんですけど、だけどまあ、消耗品も結構ね、むちゃくちゃ扱ってますんで、で、そういうものがですね、どんどん積み上がってくるっていう。で、大企業に連携すると、その大企業連携したところって、小さいところより離れづらいんですよね。システムを連携してますからね。なので、まあ、私はですね、まあ、この、ね、伸び方自体もこうずっと見ていっても歴年ずっとね、まあ、伸びていってるでしょ。で、1000億突破したのが、まあ、2018年ですよね。それで、そこから2000億突破する。つまり、売上が倍になるまでに、1年、2年、3年、4年しかかかってないですよね。そうすると、もう、これね、次はね、もう3000億超えですね。とりあえず。というような形で、やっぱりね、積み上がっていくんじゃないかな、というふうに、まあ、思ってます。ですので、まあ、まあ、そうですね。まあ、今のところ、モノタロウについてはですね、あんま不安要素。まあ、あるとしたら、まあ、インドネシアと韓国とインドね。確か3つ、海外事業やってるんですけど。まあ、売上もちょこっとだし、まあ、赤字もちょこっとなんですけどね。まあ、その実験的にということだと思うんですけど。うん、まあ、あんまりこう、やんない方がいいような気もするんですけどね。それよりも、まずはその、国内ですね。これやっぱビッグになっていくっていうことが、まあ、非常に重要かなと。アメリカはね、グレンジャーを指導してるわけですからね、ゾロね。なので、まあそういう意味で言うと、まあ日米をね、まあ抑えるというようなことであれば、まあ別にいいかなと。で、まあ中国に全く行ってないところがね、いいんですよね。
それでまあ、ここ一つは円安の問題がまああってですね、調達はやっぱり中国及び ASEAN のところから結構やってるということなんですよね。なので、まあ、あれですね、まあ、PB もやってるんですけど、まあ、これ小売りなんでね、まあ、調達コストがまあ上がるというのはあるんですよ。だけど、値上げができていってるんですよね。だからその PB のところの値上げがそのマクロできてるということは、まあ、ナショナルブランドの方も上がってるからなんですよね。ただ、ナショナルブランドの価格に対して2割安いっていうところがこの売りなんで、まあ、そういう意味で言うとですね、まあ、そこもうまくですね、まあ、価格に転嫁してですね、それで、まあ、アラリアのインパクトを減らしているというところは、さすがだというふうに思います。ね。お見事にね、営業利益率はもう 10% 以上ですよね、常に。これ 11% 割ってないですもんね。どうですかね。まあ、だいたいこんな感じですよね。11% から、まあ、12% 台の後半ぐらいまでのところで、まあ、推移するような、まあ、感じですよね。まあ、経費とかそういうのも、まあ、うまくコントロールできてるというふうに私は思います。経営がね、すごい上手です。鈴木さんね。鈴木社長ね。というふうに、まあ、私は思いますし、あと、有利子負債倍率が本当に少ないんですよね。で、これ、剰余金766億あるんで、少しね、株主還元として、まあ、配当はもうほとんどないんですけど、まあ、あれですね、自社株買いをやった方が私はいいかなというふうに思いますね。で、少しこう株主にこう還元するというよりも、市場を驚かせるという効果がね、まああるというふうに思うんですよね。だ10年以上増配続けると書いてましたけど、書いてますけど、ここにね。だけど、まあこれって、まあ利回りで買うような銘柄ではないですよね。なのでやっぱり自社株買いがね、ちょっと必要かなというふうに思うんですけど、まあこうやったといっても、これはですね、従業員、ですね。従業員へのストックオプションのために、こう、自社株買いやってるだけの話なんですよね。まあ、なので、まあ、あんまりね、ちょっとこう、市場に影響を与えるものではないんですよね。なんで、ちょっといろいろその資本政策ですね。これはやっぱりちょっと考えた方が、ちょっと物太郎はいいのかなと、信じて買ってる人はね、からしてみたら、やっぱあんまりね、その株価がこう、まあこう、下げトレンドになってるっていうのはあんまり気持ちのいいもんじゃないと思うんで、まあ2000円台で買った人とかもいるでしょうから、まあそこ考えると少し自社株買いね、お金あるんでね、なかったらできないですけどね。だけどこれ自社株買いやってもいいんじゃないかなというふうに私は思いますけどね。766億ね。なんかまあ、100億ぐらいやった方がいいんじゃないですかね。というふうに、まあ思います。もしね、どなたか株主総会行かれる方だったらですね、自社株買い、を、まあ、ぜひ進めていただきたいな、というふうにね、思います。ちょっと東京都内で、まあ、あるんであれば、あれですね、まあ私も、場合によってはちょっと顔を覗かしてもいいかな、というふうに思ってますけどね。もう本当に私、長年の株主なんでね。ただまあ、ここの考え方としては、まあ、分割が最高の、要するに株主還元だって、どうも考えてる節があるんですよね。だからまあ、そっから言うと、こう、もうちょっと価格上がってこないと、あれですね。まあ難しいのかもしれないですね。というふうに思いますね。まあでも、モルタロは、僕は安心して見といていいと思います。すごく、ビジネスモデルもいいですし、それからまあ、地政学リスクも、まあ小さいですよね。中国と付き合いあっても、まあ、買う方ですからね。だからむしろ、安く買えるようになるんじゃないですかね。まあ、FOB 価格っていうのはドルで、まあ、決定されるんですけど、大体ね。輸入の場合はですね。で、まあ、まあ、輸出もまあそうですけど、まあ、で、その、まあ、要するにこれまで、まあ、1ドルが、まあ、110円という時と、1ドルが、まあ、147円ね、今みたいにね。それはもう全然違いますよね。3割くらいね。まあ、それ違うんですけど、でも、まあ、3割の、まあ、違いをですね、まあ、消し去るぐらいのですね、まあ、現地での価格ですね、これが、まあ、下がっていくんじゃないかなというふうには思いますね。ですので、まあ、ちょっとね、いや、ほんとね、事実上倒産みたいなね、まあ、裁判所はね、倒産を受け付けないんですけど、事実上倒産みたいなことはいっぱいこれから中国で起こってくると思いますよ。で、そうなってくると、もうとにかく、ですね、まあ、注文もらえるんだったらもう嬉しいみたいなね。そんなこともまあ起こるんじゃないですかね。というようなことですね。で、ということで、まあ、モノタロウね、今日まあ1600円ね、やっとこう上げてね、22円。
これもね、下がってきたらね、やっぱ買ってくる人がやっぱりいるんですよね。何しろもう、これね、グレンジャーがまあ、半分ぐらい持ってますけど、ここら辺もずらーっと海外勢でしょ。やっぱこう、海外の人好きですよね、こういう。こういうネガサ株ね。ある意味ネガサ株なんですよ、これね。こういうミックスケースっていうのはね。なので、これはもう成長銘柄として、まあね、新たにね、こうやって、登場してるのもあるでしょ。ただやっぱこう、下がったところは、まあ、買ってくる勢力が、まあ、特に海外ですね、これね。海外でですね。まあ、すごいと思いますね。まあ、グレンジャーが親会社っていうかね、まあ、そういう形になってるっていうのも、まあ、大きいと思いますけどね。というようなことです。まあ、ちょっと気をつけないけど、グレンジャーが、まあ、ここの株をね、売り出しするようなことがあると、ちょっとね、なんか、ですけどね。今のところ、そういう話は、出てないんじゃないですかね。やがて、上がっていくと思います。これもう、月次が発表されてるんで、売り上げ上がってるんでね。まあ、あとはもう、あらりと販管費だけですから。問題ないと思います。それから、たすきさんですね。これはまあ、どんなことになったかっていうと、まあ、こんな感じのチャートになってまして、そうですね。1275円までね。こうずっと上げてきましたよね。で、今こうちょっと落ちて、1161円9月15日の今日ですね。安値をつけて、で、まあ、ちょっと上げてね。1167円で、まあ、引けてますね。まあ、ここは結構ね、売ったり買ったりね、されます。だから値動き結構激しいですよね。ただ、まあ、PR は 11.4 倍で、PBR 今のところ 2.45 倍。これもね、ミックスケースは、まあ、私の持ち株の中では高いですね。で、私持ってるとこがもう1000円以下なんで、ね、800円台だったと思いますけど、まあ、まあ全然ね、これはいいと思います。たすきさんはもう将来性あると思いますし、それから、配当をね、しっかり出してくるんで、ここはね、やっぱ非常に好ましいですよね。うん、まあ、たすきさんについては詳しいね、動画も撮りましたんで、そちらの方も見ていただければいいのかなというふうに思いますけど、まあ、ちょっと、そうですね、決算ね、皆さんちょっと見てみますけど、むしろね、もうほんとね、ここね、すごいですよ、ここの伸び方は。上場の時70億ですよ。で、それが、1、2、3年。まあ、2年で、100億超えたんですよね。120億。で、まあ、3年目で、そうですね。まあ、上場の時から、まあ、1.6 倍とか、まあ、違うわ。2倍近くね。2倍以上ですかね。2020年からしたらね、そういうふうなことで。で、まあ、株主還元も、配当これすごい積極的で。そうですね。まあ、こう、増資っていうか、まあ、まあ、しょうがないですけどね、公募増資ね。まあ、こう、資金安定させるためにね、この財務をね。だからこれ、財務がね、有利主債2倍だったのが、1倍台に落ちてるんですよね。これはね、株主としては喜ばなきゃいけないことだと私は思うんですよ。これは安全性が増したということを意味してますからね。で、まあ自己資本も増えてですね、67億。いいでしょ?で、40% になってるんですよ。もうすごい安全な会社ですよ、これ。だからまあね、まあそれで下げるっていうのもまあわからんことはないんですけど、まあ、もうちょっと会社の本質をね、見た方がいいかなと思いますね。ただまあこういうですね、IPO 間近の会社みたいなこと、グロース株でしょ?やっぱりね、あれですね、なんか会社の中身よりも、マネーゲームじゃなくてね、なんせ約定回数424回ですから、というようなね、まあ、いわゆる値が軽いってやつですね、なんで売ったり買ったりね、してね、まあ、再アドリをするというところが、まあ結構あるでしょうね、というようなまあことで、まあ、どっしり構えてればいいんじゃないですかね。事業のですね、内容的にはもう全然問題ないですね。いいと思います。昨日話したエディワークじゃないですけど、ここもですね、中国人の富裕層絶対買ってきます。買ってると思います。ね。そういうことでね。一等売りはですね、いいんですよ。で、ここは新築一等売りでしょ?それはもうね、で、しかも駅地下だったら、まあ、買いますね。それから、三協成功ですね。これはですね、今日17円も上げたんですよね。これすごい勢いいいですよ。で、PR は 13.8 倍で、PBR 0.77 倍。まだ安いです。ね。まあ、ミックスケースで、まあ、そうですね。10ぐらいですからね。まあ、まだね、そんなに高いってわけじゃないですよね。で、利回り 3.15 あるでしょ。なので、まあ、これはね、まあ、まだまだね、これもすごい棒上げですよね。ちょっと、この間に今出たニュースだと、これですね。レオナールド表参道店ですね。これが10月にですね、オープンするっていう発表がありましたね。
これ、表参道にこれ出すのはいいと思いますね。うん。これですよね。最大規模の旗艦店って言っても220平米ぐらいなんですよね。だからこういうこうね、ビルのこう、なんか、1階みたいなところでね、やるのはいいと思いますね。なんか、レオナール・パリのブランドロゴとニューロゴを左右に設置して、伝統と革新の融合を実現してますと言ってますね。まあ、こんな感じの店内に、まだパースの段階なんですよね。だから具体的な絵はないんですけど、写真はないんですけどね。なんか、はじめに目に留まるのがショップのシンボルであるスカーフパビリオンだと。イタリアのラッティ社と共同制作しているスカーフコレクションで構成された、パビリオンはシーズンの代表的なプリントが一堂に並び、アートスペースになるということですね。シーズンごとにスカーフが入れ替わるため、美術展のように店内の印象が更新されていくのも魅力だと。これですかね。このパビリオンってこれですかね。こういうやつですね。まあ、これいいですよね。本当華やかだと思いますよ。レオナルドね、あれ入るとね。というような。まあ、これちょっとできたらね、ちょっと私も見に行ってみたいなと思うんですけどね。これがですね、表参道の限定アイテムで出てるそうです。すごいっすよね、これ。これ多分、レオナルファッション？まあ、なんか、レオナルパリとレオナルファッションっていうのは、レオナルパリっていうのは本当にパリ、ね、フランスの方で、まあ、もう企画して作ってるやつですね。だからサイズ感的にはですね、袖丈がやっぱ長いですね、日本人にとってはね。それと、こう、この空いてるところが大きかったりするんですよね、やっぱね。あと、レオナルファッションというのは、これは、もちろん、デザインの、OK は、まあ、要するに、パリのデザイナーに、OK もらうみたいなんですけど、まあ、でも、基本的には日本で、企画するんですね。パターンとかね。で、あと、レオナルスポーツですね。まあ、このスポーツがね、表参道のお店は結構ね、いいかもしれないですね。こう、靴、シューズなんかもね、いくらするんですかね、このシューズね。私はいらないですけど、あ、つか、まあ、メンズはないでしょうね。まあ女性は欲しがるかもしれないですよね。まあこれがね、新しい、こうなんかこういうロゴがこう、できてるみたいなんですよ。なんかね、かわいいですよね。レオナールって入ってますけどね。ということで、ですね、限定ドレス17万6千円です、これ。ね。と、こっちが18万7千円です。ね。で、T シャツが3万8500円。あ、3万8500円の T シャツはまあ安い方ですね。なんか15万の T シャツとかあるらしいですからね、ラグジュアリーブランドって。恐ろしいですよね。もうなんか、ね。15万ですよ。なんか、1500円ぐらいで、まあ、仮にコストで作ったとしてもね。まあ、何倍ですか？100倍変な値段つけるというね。ラグジュアリーブランドっていうのはね、そういうところがすごいんですよ。それでも買っていく人いるんですもんね。で、スニーカーは7万7千円です。だいたいこういう風に高くなります。数作らないんでね。やっぱ高いですよね。いや、10月20日ね。まあ、オープンしたらぜひね、ちょっと。ブラッとね、表参道ね、原宿なかなか行かなくなったんですよね。何しろ、新宿高島屋が便利なもんですからね。でもこれは、まあちょっとね、MR も兼ねてできたら見に行きたいなというふうに思ってます。ってなことでですね、まあちょっとね、まあこうコラボなんかもこうね、こう進めていってますんで、なかなかね、ほんと活発になってますよね。その前にはシングをやったりね、してますんで、まあちょっとダックスみたいにですね、まあ、こう、そのうち、レオナールもですね、少しずつ、そういうですね、ちょっとハイエンドの、まあ、いろんなライフスタイルグッズですね。そういったところに、まあ結構厳しくライセンス管理しながらですね、ライセンス卸しを徐々にしていく動きもあるかもしれないですね。というふうに、まあ思います。で、これ時価総額1000億円ですね。まあ言ってほしいですね。いけると思いますよ。何しろね、もう、とにかく、まあずっと、厳しかったんですよね。三協成功ってもうこの辺が花でね、1900、2000年代ね、1990年代とか、まあ、この辺が花だったんですかね。これでもずっと落ちてきてですね、それでもってまあ、あわやというところまで行ったんですけど、まあ、これ1回だけですね、2008年、これリーマンショックの時ですかね、まあ、赤字になって、それ以外は赤字がないんですよね。もう本当手堅い経営ですよね。で、まあそうですね、売上的には、まあコロナの影響を受けましたよね。でもまあ、やっとね、まあ今期200億円台にまた返り咲くと。そうすると、まあこういうですね、まあ、二つのブランドを保有してですね。でまあ、粗利も取れるんですよね。
そうなってくるとですね、まあまあ、ライセンスの方はね、そんなにね、取れないですよ。でも、ライセンスの方いっぱいやってるんで、だけど、全体の利益率は、やっぱり徐々にね、上がってくるんじゃないかなというふうにも、私は、踏んでます。そう思ってですね、まあ、だからまあ、そうですね、こう、500億ぐらいは目指してほしいな、というふうにね、まあ、私は思いますね。売上高500億ね。で、まあ、10% 以上ですね。できれば、やっぱり、ね、20% ぐらいの、まあ、まあ、それは無理ですかね。でも、まあ、できることないと思いますね。500億いけばね。20% ぐらいの、まあ、営業利益率がもし出るようならね、すごいことになりますよね。まあ、そんな風にね、思いますね。100億ですからね、利益ね。まあ、そこまでは出ないにしても、80億とかね。まあ、それぐらいは可能性があるんじゃないかなと。まあ、これからですよね。うん。もう第一試合これ、絶好調ですね。季節性ないですから。ほぼね。チーターありますけど、まあ、ほぼないですね。ということで、まあ、三強成功は、まあ、順調に株価を上げてきてると。これですね、まあ、信用も、うん、改ざんちょっとありますけど、まあ、そんな12万株ぐらいなんで、まあ、ほとんど問題ないですね。空売りどうですかね。空売りかけてきてますかね。と、ありませんね。そうですね。大丈夫ですね。空売りで気になるのは、そうですね。どっちかと物太郎の方ですかね。ちょっと物太郎もう一回。もう癖が分かってますからね。新規口座が、ね、10万株終わったら株価は下げるぞみたいなの分かってますからね。そこで空売りかけてくる可能性はありますが、やっぱりいますね。8月ででももう、なんか、ほとんど終わってますね。モルガン・スタンレー8月抜けてるでしょ。で、モルガン・スタンレーだけですね、やってたのはね。三菱 UFJ も、もう、ポジション解消。これ、あれですね。機関投資家たちは、これはもう、買いの方に回ってますね。あまりに低いだろう、ということじゃないですかね。というふうに、まあ、思いますね。はい。それからですね、三菱 HC キャピタルは、まあ、ちょっとね、深掘りをちょっとしましたけど、これまだ全然買えますね。うん。1047円ですね。それから、PR12.5 の 0.95 倍ですね。利回り 3.53。まあ、これは本当に、増配の可能性も、まあ十分あるというふうに私は、まあ踏んでますので、まあ三菱グループのね、まあやっぱりこう、中でやってますし、あとまあね、この間も申し上げたように、中国のエクスポージャーが 6% ぐらいしかないっていうのがいいですよね。で、欧米と ASEAN が圧倒的であると。それ以外はそうですからね。それがまあ非常に好ましいなというふうに私は思ってますんで、まあこれもね、三菱 HC キャピタル、こんなところではとどまらないのかなというふうに思いますね。アナリスト予想ことごとくね、これ覆してますからね。アナリストもヘモいですよね。でもアナリスト予想変えてないんですかね。変えてないな。まあ今頃準備してると思いますよ。次の。ね。次のまあ要するに、決算ありますよね。それへ向けてですね、まあちょっと、うん、まあこれは、レーティングで目標株価をおそらく変えてくるんじゃないですかね。だってこんな綺麗なね、上がり方してんですよ。これもう、お手本のような上がり方ですからね。だからまあやっぱね、ちょっと、まあ、1300円とか、そういうカバレッジ。で、そういうのが出てくるとですね、これまあそれを見て、機関投資家もね、そういうので買うんですよね。だからまあそこら辺までね、まずは行くかなというふうに思います。それと、三井住友フィナンシャルグループですね。これは、これでもね、実際こう買いづらいと思うんですよ。これ100株買うと739,400円ですからね。しかしながらですね、これまだ行くと思うんですよね。PR12 倍でしょ？で、PBR 0.74 倍じゃないですか。まあ利回りはだいぶ落ちてますけど、これね、期末になってくると上げてきますからね。ね。で、期末の配当をまずさらに積み増しますみたいな話になってくるんで。ちょっとチャート見てみると、こんな感じですよ、これも。綺麗に。7667円ね。あ、そうですね。今日、7667円まで。これはあれですね。三井住友が、あれですね。私の含み益を 106% まで持ち上げたんですね、きっと。朝方ね。というふうに思いますけどね。だけど、これは、徐々にさらに上がってくると思います。もう9兆8000億円でしょ。これはまあね、もっとね、時価総額上がるんじゃないかなと思いますね。この住宅ローンのもう金利、まあ貸し出し金利がもう確実にこれで上がっていってますよね。当然。だからまあ、ちょっとこれからね、なんか、
下がる材料があんま見つからないなと思うんですよね。うん、これももうみんなね、裏切られてますね。262円ですもん、帰りが。マイナスです。だからね、アナリスト予想の上行ってるってことですよね。うん。やっぱ、ですよね。でもまあ、アナリストさんに、こうちょっと、あれですね、まだら模様なんですよね。JP モルガン、こう、は8200円でしょ?ですよね。それから、三菱 UFJ モルガンスタンレーは7760円。結構上で見てますよね。それから、あと、岩井コスモも8000円ね。これはまあなかなか立派ですね。あと野村?野村珍しいですね。8800円。うん。倍継続。この野村いいですね。優秀ですね。他がダメですね。うん。まあ、独占ってことはないと思いますね。まあ1月の予想なんでね。わかんないですけどね。シティの4800円とかもね。これ据え置くなよって感じですよね。本当にもう。っていうようなまあことでございます。まあ、ですから、まあ、このね、アナリストによっても、まあ、こうね、見方に相違があるということですね。で僕は、やっぱ9000円とかあると思うんですよね。っていうふうには思います。ですね。何も根拠ないですけどね。三菱 UFJ はね、その個別のニュースっていうのは、まあ、そんなのないですよね。まあ、こっちの方が買いやすいですかね。129,100円でね。100株買えますからね。マイナス28円ですね。それで PR11.9 倍の PBR0.86 ですね。利回りが 3.17 なんでちょっと物足らないですけどね。まあ、これもね、まあ三井住友もそうですけど、私ほんと 2.5 倍とか、そういう感じなんですよ。現資産に対して。だからもう売る選択肢がないんですよね。だここ、三井住友が16兆ね、の時価総額でしょ。それで、半分ぐらいじゃないですか、三井住友はね。だ、それはないなと思うんですよね。なので、まあ、大して変わらんだろうと。チャートね、こんな感じですね。まあ、ずっとこれも綺麗な上げ相場ですよね。上げてきて、1338円までいったんだけど、まあ、ちょっと利益確定で、まあ、売りが出たというような感じですよね。ですけど、これまたなんか、金融関連の、利上げみたいな観測が出てくると、またさらにこう上がってきますね。これも市場はね、上がってほしいんですよね、これね。一回大きく、まあ、下げるとね、いいんですけどね。まあ、そこは買いチャンスになるんですけど、なかなかそうはいかないというような感じですね。三菱 UFJ はもう本当にね、こうやってこう、あれですね。まあ、一つは、何ですかね、モルスターとかがいるっていうのも、まあ、あると思うんですけど、やっぱ本当、こう例えばこう J フロントなんかでも、保有割合 5% 超えてますけど、これ三菱 UFJ 信託とか、三菱 UFJ 国際投資、三菱 UFJ モルガンスタンレーっていうですね、このフィナンシャルグループ傘下のところの、まあ運用会社みたいなところが、まあ要するに買ってるということなんですね。で、銀行そのものが買ってる場合ももちろんあるんですけど、まあ大体まあこう、ここなんかね、どこですかこれ、安川電機ね。これなんか三菱 UFJ 銀行が 0.56 持ってますよね。でも本当に、大きく持つのは、この信託とか、投信ですね。あと証券のところがね、持ちますよね。うん、これもですね、アナリスト予想がどうなってるかというと、こいつも、まあ、ね、コンセンサスからマイナス51円乖離してますよね。だから、アナリスト予想の平均が外れてるということですね。で、これ上回ってるところも、まあ結構ありますよね。まあ、JP モルガンは1410円。先ほど見た通りですよね。それから、みずほね、これ1300円ですね。ダイガーも1300円。岩井コスモも1350円で。まあ、これ1300円台多いですよね、割とね。うん。まあ、ですからそこは固めてくるような感じが私もしますね。それにしても、外資がこういうのはやっぱどっちかとダメですね。銀行怖いんですかね。UBS はね、もう7月にね、新規の、まあ、カバレッジを開始してますよね。バイでね。カバレッジ開始すると大変なんですよ。もうずっとフォローアップしていかなきゃいけないんでね。で、もちろんカバレッジを開始してそのレポートを読んで、で、いいなということで、まあ、機関投資家がこの UBS に通い入れるでしょ。で、それはまあ、なんか、その分だけこの UBS はですね、要するにその手数料もらえるわけですね、機関投資家から。まあ、そういう商売です。セルサイドのアナリストの商売っていうのはね。でも、これ、新規カバレッジを開始するとですね、まあ、国家さんもそうですけど、本当にですね、ここね、新規強気。そうするとですね、本当にね、まあ、機関投資家に定期的に説明しなきゃいけないし、
もう場合によったらね、一週間に一遍電話かかってきてどうなんだみたいな。そういうようなことになるんですよね。だからまあ結構ね、まあカバレッジ大変なのは大変なんですよね。で、企業がまあ、なかなかね、今はね、そんな、ベラベラ教えてくれませんからね。内部情報ね。インサイダーになりますからね。ということですね。まあ、三菱 UFJ も、まあ、私はまあ、そうですね。今のところ、ちょっといくらって言えないですけどね。三菱なんでね。だこれからやっぱ全体が大きくその三菱グループで伸びていく可能性があるんで、まあちょっとひょっとしたらの話ですよ。まあひょっとしたら、まあ長期的には、まあ2000円ぐらい行く可能性だって、なんか、秘めてますよ、これ。本当に。なんかアメリカのね、IRA に絡んだインフレ抑制法ですよね。あれに絡んだプロジェクト融資をやるとか言ってるでしょ。女もそれ儲かりますよね、きっと。なので、まあちょっとわかんないですね。とりあえずこの PBR 一倍は解消されます。間違いないです。で、それで解消された時に、まあそれだけでもう1300円をもうはるかに超えるんですよね。なのでまあ1500円とか、1600円とか、まあそういうところは一律化としてあるかなと。で、まあ長期的にはまあ2000円台ですね。2000近辺に乗せてくるというところをちょっとね、私は夢を見ております。まあ一回ね、これはもうNISA 口座に入ってた、まあ一部のものはですね、そうですね、NISA 口座全部ね、もう売っちゃいましたんでね。で、まあ資金をね、まあ税金かからないでしょ。だからまあそっちから売ったんですけどね。泣く泣くね。だけどまあ待機資金も必要なんでね。まあ、この中に、その中に三菱 UFJ も入ってました。ということですね。それからですね、NTT ですね。まあいろいろ言われましたけど、結局はですね、まあこんなになるんですけど、分割後ですね。でまあ、なんて言うんですか？NTT 株を政府が売却するとか言って。それでまあこうなんかこうぐじゅぐじゅっとかされたんですけどね。あ、だけど、あれですよね。まあこう上がっていってますよね。まあだから、私はこれ買った方がいいと思いますよ。ね。179円って。17,910 円ね。と思いますね。まあ、NTT は、これもまあ、国策、銘柄ですし。で、国策だけだと、まあ、いまいちね、あれなんですけど、やっぱアイオンがあるんで、あれがすごいイノベーティブなんで、うん。やっぱりもう政府もね、なんか、やっぱりその、NTT にもっとフリーハンド与えて、まあ、活躍させたいみたいなこと言ってるんですよ。ああいうことを、その、政府の、まあ、政治家ね。政治家が言うっていうことは、すごいやっぱこう、なんていうか、ロビー活動というか、NTT とのつながりというか、そういうものがですね、非常にこう、政治に対しても働いてるという感じはしますね。で、なんか25年かけて売るとかいう話も出てるでしょ？案もね。案ですよ、あくまでもね。まあ、それはちょっとね、長すぎると思いますけどね。しかしながら、まあ、10年ぐらいで、自社株買いとして、こう、引き受けながらやっていって、株数減らしていって、まあ、一株当たり利益を上げるということは、まあ、十分ありえますよね。まあ、でも政府は売らない方が僕はいいと思うんですけどね、本当はね。まあ、いろんなですね。まあ、わかります。防衛費をね。でね、捻出したいのはわかるんですけど。まあ、配当がね、これがこう、この会社儲かっていくと思うんですよ。だって政府が絶対後押しするんですもん、これ。それと、やっぱり NTT がやることっていうのは、まあ、インフラっていうか、まあ、そういうものをね、これまでの、その、電波をね、利用したものから、まあ、光を、に置き換えていくっていうことになると、それはもう KDDI だって、ソフトバンクだって、みんなそれに右へ習いをせざるを得ないし、そうなると思いますよね。か世界がまあそうなっていくというようなまあことになると思うんですよね。ですんでまあね、もう楽天なんかもうこの場合はお呼びじゃないんですよ。はっきり言って。全くもって。だから今更ね、4G のね、ネットワークをね、仮想化クラウドでどうたらみたいな話っていうのはもうね、はっきり言って、もう何年後かにはね、大して役に立たないんですよね。光に置き換わると思いますからね。というふうに思います。それでですので、まあ、ちょっと利回りがね、2.79 と物足りないんですけど、これね、成長すれば、必ず配当は上がってきますから、ね。これもずっとね、配当をずっと伸ばし続けてきてるんですよ、これずっと。なので、
ですよ。まあ、これがね、13兆、今ね、600億が目標でしょ。これマイナスになってるんで、ちょっとね、崩ってますけど、これプラスになる可能性も十分ありますね。というふうに思います。で、まあ、第一四半期はこうプラスですしね。ここね。なので、まあ、どっかでね、ブレイクする可能性がまあ、あるんですよね。NTT の、自己資本というのは、8兆9474億あります。で、剰余金は、8兆3163億です。すごいです。ほぼ剰余金の塊です。儲けてんですよね、要するにね。これで、総資産ですね。26兆1310億です。26兆ですよ。すごいでしょ。そして、売上もすごいですけどね。13兆とかね。まあ、すごいですよね。なので、まあ、あんまりね、これもね、おたおたしない方がいいかなと。私はもう別にここら辺だったらね、淡々とね、買ってもいいんじゃないかなと。うん、まあ、だから、その正直言って、25分割後の安値ですね、もっと拾えればよかったなと思ってるんですよ。まあね、先ほどのチャートじゃないですけど、まあ、この辺の157円とかね、来たところね。これですよね。この辺ね。この辺ね、この辺全力で拾えばよかったかなと思うんですけどね。まあ、それでももう、すでにこれ、分割前でね、大体、40、50% ぐらい、あれなんですよ。50% ぐらいかな。まあ、ちょっとどっちか忘れましたけど、それぐらいの含み益あったんですよね。だからまあまあ何もしなかったんですけどね。もうすごい株数持ってますからね、私。当然万ですよ、万単位。まあね、いいかな、みたいな。ね。ということですね。それから、ですね、これ例えば暴落が来た時でも、この MTT ですね、もうこんなに分割して、こんなね、なんすか、いわゆるこう、株価がね、小さいとね、例えば下落相場が来てもね、落ちても知れてます。140円とか。そんなしか落ちないと僕は。もう40、50円落ちたらすごい感じですからね。だからこれはね、ある意味安全なのかもしれないですよね。こう、値重ねしてないっていうか、もう本当に、ミニ株でしょ言うてみりゃ。だからこれも一つの考え方ですよね。だから三井住友みたいなのが危ないんですよ。これ7390円みたいなね。これはもう1000円ぐらいすごいしますから。ね。激しいんですよね。だからまあ、こっちの方がまだね、まあ、2、30円の下げで済むかもしれないし、わかんないですよね。はい、ユナイテッドアローズですね。まあ、これもちょっとどうしようかなと、絶賛迷い中です。ね。だからまあ、ちょっと NTT ほど、まあ、なんかここに未来がどうのっていうのはね、ただやっぱこうブランドがですね、ブランド力がやっぱり半端ではないので、ただまあ、こう、窓を開けて上がっていって、ここまで来てですね、こうなんか株価の里帰りをしてるんですよ、今ね。ここに戻ってきてね。なんでまあ、どうなんですかね、わかんないんですけど、まあ、基本的にはプラスなんですよ。ですけど、まあちょっとね、これポーションですね。持ち高をちょっと減らしましたんで、まあ、もうちょっと持ってみようかな、というふうに。思ってます。で、なんかやっぱりこう、カタリスト出てこないとダメですよね。既存手売り上げが伸びるだけじゃね。うん、まあ、中国に行くっていうね、そういうのがね、どうもね、本当にファッション、まあ失礼ですけど、まあファッションバカというかね。ね。ユニクロも何ですか？H&M も、なんだっけ、バロックも、なんか、あれですよね。うん、無事もみんな中国行って、儲かってるじゃないか、俺らも行こうよ、みたいな。で、上海でちょっとやったら人気あったぞ、みたいな。単純ですよね。単純な人たちです。ファッションについてはね、大したもんなんですけどね。まあ、一応一旦あるんですよね。まあ、でもまあ、これは、まあ、仮に、まあ、これ結構低いところで持ってるんで、まあ、仮に下がってきたとしても、まあ、いいかな、と。ね。とまあ、とことん信じて、ちょっとあげようかな、というふうに思ってます。中国本当に出店したら、これ売ります。本当にね。中国1号店、ポップアップじゃなくて、本当に1号店を、これでもなおかつ出店するというようなことでもあればね。私はもう即売ります、これ。これはもう、ね、奈落の道を歩んでますからね。そうなるとね。で、高島屋ですね。これはまあ、優待で持ってるだけですから、まあでもすごい儲かってます。ね、ほぼ倍です。テイトゥーさんね、これ今日あげましたよね。うん。
まあ、これもですね、ちょっとその、トレカの市況、まあ、このところがね、まあ、ちょっといろんなこと言われてるんで、わかんないですよね、どう出るかね。まあ、新品のトレカがね、どのぐらいの割が取れるかは、まあ、ちょっとわかんないですよね。でも、私のドタカンはやっぱ 30% ぐらいかなというふうに思うんですよね、店長さんね。30から35とか。うん、まあ、40はくれないと思うんですよね。でも、ま、それぐらいはもらえ、ね、いただけるのかなと。それならまあまあでしょ。ね、今日175円で、プラス2円ですね。それで PR は10倍でしょ。PBR 2倍なんで、まだそこまでね、ヒートアップしてる感じでもないんですよね。ね、それから、ま、階段がすごいですよね。1482万、2万株もあるんですよ。これはこなすのは大変ですよね。で、この改ざんがあるっていうことはですね、出来高もまあ、83万株ぐらい一日ありますけど、1400万株っていうのは、改ざんはすごいですよね。そうすると、空売りが必ずいるんじゃないですかね。いるんじゃないかなと。やっぱいますね。UBS、54万株ね。JP モルガンも166万株。これは張ってますね。2.4%。あと JP モルガンもいますね。151万株ね。皆さん揃って。皆さん揃って。やってますね。ゴールドマンもいますね。モルガンスタンレーもいると。みんな集合してますね。鉄にね。面白いですね。やっぱあれですよ。個人の信用ですね。こいつですね。この個人の信用改ざんが1482万株ね。これだけあるんで。まあこれ決済しなきゃいけないですよ、どっかでね。ね。それはもう。まあ人それぞれ違うんでしょうけど。だけどやっぱね、半年ぐらいですか、確か。よく持っててね、改ざん。なので、まあ売り算もこうありますけど、やっぱ改ざん圧倒的ですよね。そうすると、こう上がってきたところでは売られますよね。ということなんですよ。で、それで一番危険なのが、決算発表ですね。いい決算が出て売られるっていうやつですよね。これがですね、まあ、いつ出るかというと、まあ、第一四半期もすでにこう出てますよね。すごい数字が出てますよね。それで、第二四半期はいつ出るかっていうと、6、7ですから、6、8か。10月に出ますよね。10月の、まあ、14日頃、14、15日頃ですね。ここですね。ここのタイミングは狙ってますね。10月ね。で、ここで、まあ、要するに、まあ、あるいはですね、これの前に、テイトさんが、そうですね、情報修正するとか、まあ、そういうようなことがあれば、そこが、やっぱり、あれですよね。1400万株いる、改正力のですね、利確のしどころなんですよね。で、そういう人たちが、売ってきて、で、我先にと売るんで、あれですよね、株価がね、業績いいのに下がるんですよね。まあそういうようなことはまあ絶対あると思うんですよ。そうすると、まあ株価の里帰りの可能性もまあないことはないなというふうに思うんですよね。うん。そういうふうに思います。だけど、それはね、仮説なんですよね。あくまでも。ね。そういうふうに起こる、そういうふうになるかどうか、それはまあわからないですよ。逆に言うと、買いがもっと増えてですよ。買いがもっと増えて、あるいは現物の買いが増えて、それでもってですね、要するに売り方がね、負けて放棄せざるを得なくなって、それで買い戻しでですね、さらに上がっていくっていうことだってあるかもしれないですよ。わかんないですよ。どっち転ぶかね。もうそこはもう賭場の世界ですからね。だから私はやっぱりね、鉄はやっぱ業績見るべきだと思いますね。だからここは、本当に着実に FC の展開、それからイオンモールの展開ということを、まあ、進めていってるんで、要するにすっごいいい場所にですね、店舗展開、チェーン展開が今できてるんですよね。で、そういう小売業って、伸びていくと思うんですね。で、しかもその小さいつぼ数でいいわけでしょ。で、これはですね、もうある意味すごい可能性があるんですね。無印みたいにあんなでかいのね、600坪とかいう話だと、もうほんと少ないんですよ。だから田舎行くしかなくなるんですけど、本当に都心の、まあ、すごい一等地でも、もう20坪とかでいい、OK ならば、もう全然出店できるんですよね。なので、そういう意味の出店余地の大きさですね。そこを考えるときに、まあ、こう、鉄道さんね、まだまだね、これから成長の余地が、まあ、あるんじゃないかなというふうに思ってます。で、これはもう私がね、何度もこれ見てるんで、あれですけど、私が買ったのは、もう結構前なんですよね。まあ、多分この辺だと思うんですけどね、80円とか、
この辺ですよね。だからまあ、ここで売りゃいいじゃないかって思われるでしょ。で、私はそういうことはしないんですよ。で、ここでこうなるよみたいなね。だからここで売っといて、ここでまた買えばいいじゃないかっていうさ、それはそうかもしれないですけど、でも私は含み益を持っておきたいタイプなんで。ね。そういうやり方なんですよね。だって、ここまでこう下がるかどうか、それもわかんないじゃないですか。この200日線って、本当にそんな信用できるんですかね。まあ、たくさんの人が見てるから、こう意識されるとは思うんですけど、じゃあ必ずしもそうじゃないですよね。あの、名村造船の奇妙なね、下げね。またなんか、株価が1000円ぐらいになってるみたいですけどね、戻ってるみたいですけど。まあ、やっぱ、わかんないですもんね。だから、まあ、ちょっとね、もう持っとくのが一番いいんですよね。で、こう今落ちてきてるでしょ。だから、まあ、この245円で、ね、それで売って、また下がった、この170円とかこの辺で買えば、また儲かるじゃないかみたいな。いや、わかりますけど。めんどくさいでしょ、まずは。そういうことをやると、売ったり買ったりっていうことで、ですね、安眠投資とは言えないですよね。ただもう買った位置から動かさないと。ね。それは大事です。で、もしこれがもう一回ここまで来たら、もう一回買います。ね。さらに買い増しをします。もちろん、あれですよ。シナリオが狂ってない限りです。の話ですよ。ね。そこはもう間違いないでくださいね。それから、JAL ですね。まあ、JAL はまあ、大丈夫でしょう。ね。JAL。別に、そんな言うほど持ってるわけでもないですけれど、まあ、金額的には結構いってます。もちろんね。でも、これもね、50% ぐらいの、まあ、以上のね、そうそう、利益はね、今乗ってますけどね。あとはですね、ジャパンディスプレイ。これがね、私が今持ってる保有銘柄の中で唯一、ちょっと、まあ、どうしようかね、1万円ぐらいのマイナスですか。他は全部ですね、黒字というか、含み益を持ってます。まあ、私のアプリでは、マイナスは青く表示されるんですけど、全部プラスの赤です。ね。気持ちいいんですよ。ね。よく眠れるんですよね。ということで、次はね、ご覧とってね、これもですね、まあ大丈夫じゃないかなと。まあ、これも動画撮りましたよね。まあそれ見ていただければいいかなと思いますけど、まあこれもなんか問題は特になさそうですけどね。まあこのアーククエストっていうところはちょっと降りていってんですよね。うん、これナンバー4ですもんね。まあこれが降りてってるから、あれですかね、株価が下がるんですかね。小松さんもちょっと売ってますね。アーククエスト。小松由美子さん。和田。まあ、このご親族なんでしょうかね。なんかこの創業系一族結構売ってますね。だって 71.8 人もあるんで。これはちょっとまずいんでしょうね。少し売んないと。ってことですよね。うん、まあ、流動性の問題もありますよね。うん、まあ、でも大したことはないですよね。まあ、そうですね。上がってきたところ、ちょっとずつ、まあ、創業系一族が、まあ、売ってきてお金にしてるっていうことですよね。そんなふうに思いますね。まあ、解散36万株ぐらいですね。まあ、これもまあ、ビジネス的には、まあ、何の問題もないと思いますんで、今のところね。うん。まあ、いいんじゃないかなと思ってます。あと、JBC キャンプとね、これもね、堅調ですね。本当に。これ、チャート見るとね。こう、まあ、ここで、こう、ビューッとこうね、一回、あれですよね、上げて、決算でね。これで、ま、こう、まあ、この500円台をさまよって、460円くらいまで来たんですけど、またここで、ピュッピュッピュッと、ははね。これ、決算ですよね。ピュッ。ほんで、またこう、利確してきて、で、またこう上がってきて、707円まで、昨日は行ってますよね。これはね、上がっていくと思います。大丈夫だと思います。私はそう思います。JBC ケウントは、そうですね。改ざんが429万株、売り算256万株、いい感じの取り組みですよね。買い取りが交錯してるってのがいいですよね。まあ、やっぱ JBC ケウントぐらいになると、こうなるんですね。1000億円ぐらいの時価総額があるので、こいつも空売りが結構あるんじゃないですかね。JP モルガン、仕掛けてますね。219万株ね。から、ディバーシファイドをセレクトオプチュニティ。こいつも 1.38% で226万株仕掛けてますね。あと、バークレーズも仕掛けてますね。100万株。ですよね。そんな感じですね。だから、まあ結構ね、JBC ケムとは、まあ、
衝動税にもさらされてるんですよね。だからまあこれちょっと決算がつまずくと、やっぱこう、と改ざんの人たちが降りてきますんで、そうすると、ね、機関の売り勢力ね、それはいいと思いますね。ただこうなんか驚かさないといけないですよね。きっとね。まあここは驚いたところなんですね。8月1日ね。すごいな、みたいな。それでまあ、長くは続かんだろうみたいなことですよね、結局ね。でももう借金もほとんどないし、これ自社株買いできますね。303億のね、上限ありますからね。自社株買いをもう一回、ちょっとね、なんか一回やったんじゃなかったですかね、確かね。そうですね。まあ自社株買い欲しいですね。まあ、時価総額1100億ですから、まあ、せめて50億とか、ね、60億とか、それぐらいの自社株買いね。欲しいかなというところですね。そういうのを、まあ、配当とセットで出してくると、まあ、配当利回りは良くないんでね。ただ、これ、配当とセットじゃないといけないですよね。そういうのを出してくるといいかなというふうにも私は期待してるんですけど、まあ、これ、次、決算ですね、ちょっと遠いんですよね。10月の、まあ、末ですよね。なので、まあ、これまでは、ここまでは、まあ、そうですね。こういった推移じゃないですかね。特別ななんかニュースがない限りはね。というふうには思いますね。まあ、待つことが必要かなと。あと、ノートですね。これもだから、これ私の買い値を下回らないんですよ。下回ったら買ってやろうと思ってるんですけど。面白いですけどね。今日も上げましたね。それから、九州フィナンシャルグループね。これは確かね、800円いきましたよね。なんか PTS また802円になってますね。828円までいったんですね。今日ね。すごい、やっぱ銀行株は、こうね、地銀株上げてますよね。綺麗、美しいですよね。私が、まあ、買ったところからもう、本当に、ね、優秀です、本当。もう、私買ったのこの辺じゃないかなと思うんですけど、もっと前ですかね。まあ、400円台だったと思うんですけどね。ヒゴもね、これはもう、本当、この指標ね、13.3 倍の 0.51。このミックスケースの、この割安さですよね。そして、金利が上がると。いうことで、ここからまた熊本経済の活況ですね。半導体。で、個人預金が増えてる。まあ、こういったようなことがですね、全部ないまぜになってですね。それで、ここはね、やっぱ上がっていってるんだと思いますね。うん、まあ、ちょっと目処がね、どのぐらいを目処で考えるかというと、まあ、私は、まあ、これ、そうですね、0.51 なんで、これでね。まあ、1300円ぐらいいけばもう上等かなというふうに思ってますけどね。まあ、それはまあちょっと現実化するかもしれないですね。九州フィナンシャルグループも、まあなんかカバレッジが結構、まあ2つ今ありますね。両方とも外してますね。SMBC 日興650円。株価との乖離率、マイナス 18.4。台はね、400円。マイナス 49.79。ひどいでしょ？ね、だからね。これも適当なんですよ。こういうようなもうね。九州フィナンシャルグループ程度にね、そんな優秀なね、アナリストはつかないんですよね。なんで、まあ目標株価525円って。だからこれにね、戻ってくるってことはね、ないですよ。これは理由があってこうなってるんですからね。ここね。だからもう、熊本の経済もわからないと、まあ見たこと、まあ考えたこともないと、そういうね。まあきっと新人アナリストが大体担当してると思います。こういう、スモールキャップはね。それだからまあ全然ダメなんですよね。はい。まあ、1200、300円はいけるかなと。まあ、本当はこれだと1600円なんですよね。PBR1 倍ならね。まあ、そういう可能性もまあ、ないことはないですね。まあ、可能性は常にあります。青天井ですから。それからラウンド1ですね。これちょっと上がりましたね、今日ね。うん。まあ、ラウンド1がまあ、上げない理由は、あれですよね。アメリカ不安。なんかね、影に怯えてますよね、アメリカ不安ね。だけど、この円安でアメリカの売り上げって炎天した時にものすごい気がするんですよね。そういうのってないですかね。ね。多少ね、何ですか、既存点が少し 4% でしたっけ、まあ、なんかね、凹んだみたいなね、こう8月の売り上げの状況のところで言ってるんですけど、もう日本国なんかめっちゃいいんですよね。それで、何ですかね。あ、まあ、電気代が上がる、まあ、そういうことですか。まあ、経費が増える。まあ、それぐらい考えてると思いますよ、ラウンドは、ね。こういうところこそね、あれですね、三菱 HC キャピタルとか、ああいう、ね、
PPA でしたっけ、あの、出前でね、あの、自前でこう電力をね、賄っていくようにするみたいなね、そういう自衛措置を取るっていうのが、まあ、必要かなというふうにも思いますけどね。それから、ユニネックさんですね。これもまあ、詳しくこの間見ましたけど、うん。まあ、今のところこれ、なんか、まだね、一時600円まで来てましたけどね。ここ601円ってね。ここで買えれば最高ですよね。ですよね。ここ776円まで来ましたね。9月12日。これはですね、こう700円台から800円のところに来ると、なんかちょっとこう一回こう利確されるみたいですね。うん。だけどこれ成長企業ですよ。はっきり言って。で、しばらく成長すると思います。ですから、すごいでしょ、この伸び。これはもう。これね、顧客に支持されてるからこうやって伸びてるんですよね。そうじゃないと伸びないです、こんなには。ずーっと伸びてきて。利益もずーっとついてきてますよね。ですから私はですね、このユニネクさんは、まあいいかな、というふうに思いますね。何しろこれ第二四半期はもうすごいですもんね。79.6% 増と営業利益ね。だからまあ、通期のこのですね、5億、これはもう確実にいきますよね。そんなふうに私は思っておりますので、まあ、で、直近がすごいいいですもんね。とにかくね。まあ、いいところですね。ちょっと季節性があるんですよね。1、3月と7、9月が良くないんですよね。まあ、これはやっぱりユニフォームっていうところで、まあ、この時期がやっぱ、10、12月と4、6月がいいというような、まあそういうことになってるでしょうね。だけどまあ、7、9がね、これまあ、この、かなり乗っけてくるようになってくるとちょっと違いますよね。まあ、ですね。第二四半期は四畜の、そっか、四畜はね、第三四半期なんですね。だからまあ、これ1、6月でまあ、こんだけ叩いてますから、まあ 50% ね、ほぼほぼ計画通りですよね。いや、非常によく考えられてます。それで借金がないのがいいですね。ゼロっていうのはね。なのでまあ、これはね、まあ、1000円ちょいちょいですね。まあ、1000円はまあ、いくだろうな、というふうに私は今のところ、考えてます。まあ、異常は見当たらないですね。まあ、ここはそんな言うほど、マッション、デトレ対象になってないでしょ。ね。20万株ぐらいしか買えられないですもんね。だから信用は少ないですね。それから、通りさんね、これもですね、結局スタンダードを選んだんですね。で、別にスタンダードを選んだから、プライム選んだからって言って、何ですかね。それでもって、確かに、プライム上場会社を、まあ、こう、組み込むファンドみたいなのはあるんですよね。だからまあ、東証一部に昔だと上がると、まあ自動的にまあ ETF っていうかまあ、平均に組み込むんで、パッシブ運用っていうやつですよね。市場平均と同じパフォーマンスになるってやつですね。まあそういうところで言うと、まあ、一部にいないと、まあ一部にいるのと、二部にいるのとでは違うよっていうのはよく言われてたんですよね。でもですね、やっぱ別に、永遠に東証プライムに行けないわけじゃないですよ。だから、通りさん今の時点で、まあ、流通時価総額でしたかね。それでまあ、ちょっと、到達しないということで、まあ、ダメなんでしょうけど。だけどまあ、業績がどんどん上がってきて、この時価総額が上がってくればですよ。まあ、そういう可能性ありますよね。で、要するに考え方として、結局、まあ、一時的に、PBR を1倍にするとか、流通時価総額を上げるために、大きな増配をしたりね。これでも結構な、ね、増配してますからね。だからまあ、ですね、こうネガティブ視ってなってますよね、スタンダード市場ね。だからこれはね、おかしいですよ。まあ、こういう考え方そのものがね。スタンダードに、なんかいる銘柄はみんななんか、あれですか、劣等生ですかっていうことですよね。そんなことはないですよね。で、やがてですね、まあ、業績がついてくれば、あれですよね、もう一回、プライムへ、挑戦することは、まあ可能ですから、まあそういうところでね、まああまり無理をしない方がいいという判断だと思います。まあでコロナでもね、これ赤字にならなかったんですよね、ここね。すごいでしょ。だからそれ自体もすごいと思うんですよね。ただまあ995億売って36億しか、まあやっぱりね、営業利益が出ないと、この利益率はまあちょっと低いと思いますけれど、まあ順調にね、ここのものがいるんだなということが、すごいよくわかるんですよね、これね。コロナでもへこまないというのはね。赤字じゃないですもんね。でですね、まあお金がですよ、まあこう、261億あって、まあ借金ゼロですよね、ほぼね。それで 50.1 倍の今 PBR なんですよね。ただこれ674って、これはね、少なくともね、
狙えると思います。で問題はこう業績がついてくることですね。それと、あと増配ですかね。うん。自社株買いよりこっちは増配の方がいいと思いますね。多分ね。で、業績ついてくると、すごい交換されて、で、買われていくんじゃないかなというふうに思ってるんで、鳥さんは、まあ、意外とね、安定的だったんですね。まあ、カーペットとかタイルなんですけどね。そうですね。まあ、その、実際に、事務所とか、オフィスですね。それとか、まあ、飲食店、等々で使うやつ。まあ、安ければいいっていうのもあるんでしょうけど、まあ、例えばその、結構高級なホテルだとか、まあ、マンションとかになると、やっぱそのタイル自体の、まあ、耐用年数ですね。そういうものがすごい重要になるじゃないですか。そこにおいてですね、すごい技術を持ってるんですよね。そこがまあ違うところかなというふうに思いますね。で、これ全部日本の工場で作ってるんで、まあ中国にも輸出もやってるみたいですけど、でもまあ中国で作るみたいなことはやってないですよ。だからそこはね、私は非常に好ましいと思います。で、このミックスケースは未だなお割安です。だなぜね、これがね、まあこう、対象にならないのかね。あんまりね、通りさんの話題で皆さんのコメントを聞いたことがないですよね。まあ、興味ないんでしょうね、皆さんね。どうしてですかね。それはよくわからないですけどね。いい銘柄だと思いますよ、私は。目標株価まとめね。ないですもんね。誰も追っかけてないですよ。で、こういうのがいいんですよ。誰も追っかけてないっていうの。まあ、あまりにスモールすぎて、誰も見ないですよね。で、それは、要するに、投資をしてる皆さんも全部そうなんですよね。で、後追いですよ。業績が出てから注目するんですよね。もうその時は遅いですよね。なのでまあ、じっとね、私は私服します。ね。で、ワシントンホテルね。まあ、これはもう大丈夫です。全然問題ないです。950円ね。まあ、1000円に行ったりとか、まあ、そこからまた転げ落ちたりとか、こういうようなね、感じでね。でまあ、なってますけど、これも、業績は、ちょっと、ひょっとしたらね、ちょっとまあ、第二四半期ですね。まあ、この、第一四半期の 33% 減益は、これしょうがないですよ。もう本当にね。いわゆるコロナ病床でしたからね。だ問題は次に出てくる四半期ですね、やっぱりね。まあ、そこの見方は変わらないですね。で、この第二四半期が、四畜で出てくるんですよね。夏休みですよね。だから満杯だったはずなんですよ。かね、まあ、考えてみればですよ。コロナ病床で、まあ、いくらもらったかわかんないですよね。12棟か13棟っていう話なんですけど、まあ、家賃と、まあ、食事そういうようなものを作る配膳するまあそういう、まあそういうんで、まあお金をね、自治体とか国からもらってたと思うんですけど、うん、まあそうは言っても、旅行客もね、すごいこの四畜はいますから、四六月とは違うんですよ。で、四六月で営業利益が4億7800万。これまだね、ちょっとコロナ病床完全にね、5月、末ぐらいまではなんか運用してたんで、4、5はまあそういう家賃入ってると思うんですけどね。でもね、この3割減ぐらいのっていうのは、この通期のこの 54% 減よりははるかに少ないですよね。なので、まあちょっとね、第2クォーターそこそこのものが出てくるんじゃないかと。で、儲かり出すとですね、こう 15% とか 20% とかの営業利益率、まあ出てくるんですよね。これちょっとコロナ前で見た方がいいですけど、そうですね。19年だと 14.5% とか、13.1% とかね、こんなの出てますよね。で、この辺からもうコロナが始まってるんですね、これね。ひどい目になってますよね。というようなことで。まあ、これはいいかなと思ってます。それで、あとセブン銀行ね。ほら、これ上がったでしょね。セブン銀行はね、じわーっとしか上がらないです。でもね、ほんとこの辺で買ってれば、250円とかね。それでももうすごいっすよ。ね、株数によりますけど。株数ね、いっぱい買えるじゃないですか、250円くらいだったら。まあもう、1万株買うときは250万が331万になってるわけですよね。簡単に言うと。そうでしょ?なので、もうこれ、もうすぐ時間かかるんですけど、やっぱセブン銀行の ATM はね、不滅です。で、顔認証もなんかできるようにしたとか言ってますから、ちゃんとですね、釧路高専ね、進化させてますね。で、今回月次データもこう出てるんですけど、もうね、9月11日ね。そうですね。まあ、前月が106、平均利用件数106ぐらいだったんですけど、まあちょっと落ちて104.4。まあ悪くないですね。総利用件数も87万件。
まあ、減速感は、まあ、全然感じられないですね。設置台数も、27,071 台ですね。まあ、これも、まあ、なんか、徐々に伸びていってますよね。本当に最近ね、セブンの ATM ね、結構見ますよね。まあ、このセブンが一番、このセブン ATM が一番、こう、勝っていくと思います。あっちこっちに接されることになると思いますね。というふうに、セブンっていうのを変えた方がいいかもしれない。よくわかんないですけどね。はい、次ですね。あとは、京急ですね。京急ね、これ黒字転換しました。ちょっとマイナスだったんですけどね。よかったです。ね。それから、北洋銀行ね。これもね、もう本当に、こんなになってます。400円まで行きました。で、私がまあ買ったのはちょっとどの辺か出すけど、北洋銀行ね。まあ、要するに200円台ですよね。買ったのは200円。まあ、500円超えすれば、もう倍になるんですよね。ね。だからまあね、これはね、なると思います。肥後銀行、肥後門とね、同じコースをたどるような、私は、ふうに思いますね。やっぱり地域が、経済が、やっぱこう、活性化するというのが、やっぱその地方銀行にとって一番重要なことなんですよね。地域でお金がどんどん回るようになると、預金も増えますし、それから、貸し出しニーズも増えますよね。まあまあ、家も建てるし、ローン組むと。で、北洋銀行と。まあ、熊本だったら肥後銀行と。いうのは、まあ、そのことになるんですよね。なので、この北洋銀行はラピダスこれからなんで、ラピダスの織り込みがまだ十分じゃないですよね。でも、これからどんどんいろいろですね、地元ニュースが出てくると思います。で、そうすると、それをキャッチしてですね、この流れは止まりませんから、半導体を日本でね、最先端のものを作っていくというのはね、これはもうアメリカの意思でもありますから。だから、そういう意味で言うと、北洋銀行ですね。もう北海道の、まあ、U ですよ。はっきり言って。だから、まあ、その、幅広くね、融資をすると、あるいは、預金を預かるという意味では、メガバンクなんかよりも、北海道に関して言うと、北洋銀行が圧倒的です。もちろんですね、ラピダスを、まあ、作るのにですね、中央の資本が絡まないわけはなくて、それは絡みますよ。それこそ、鹿島建設だとかね、まあ、大きいところが、もう、どんどん入って、それは来ると思うし、それからそのラピダスに伴う、半導体の製造装置とかいうのはもう全部ね、それはもう、日本国中からね、それはそこに、納品されると思うんですね。問題はそこに働く人たちがいるということですね。人口が増えるんですよ。人口が。ね。日本の総人口は減りますけど、いいですか？例えば、熊本の人口っていうのは必ずこれで増えるはずなんですね。工場できますから。で、それで、北海道の全体の人口が減ったとしても、この千歳のこの子の人口は増えるんです。ついでに札幌もさらに増えるんですよ。そうなると。一つと札幌ってほぼ一体みたいなもんですから。そうなってくると、まあそこの経済が活性化して、それでこの北洋銀行さんに、ね、がですね、まあ注目されるようになるというようなことだと思いますね。だからまあ北洋銀行ね、今 PBR 0.35 倍ですよ。もうここでもね、すごい安いと思います。これはね、利回りね、をまあ考えてはいけないですね。まあ利回りはまあ後でついてくるぐらいのつもりで、まあこれはね、今ここで例えば買ったとしても、そんなに、もう全然割高ではないというふうに思いますね。まあ、ミックスケースで、そうですね、3、9、まあ4ぐらいですかね。それぐらいなんで、もう全然割安だというふうに思います。で、まあ自己資本比率ですね、リスクアセットに対する。これもまあ、北洋銀行さん、まあ素晴らしいんで、まあ、いいんじゃないでしょうかね。だからまあこれもね、私は、ちょっとこれ決算がですね、ちょっと思わしい感じじゃなかったんですよね。これ第一四半期ね。売上がマイナス 3% で、経常利益がマイナス 32% と。ただこれね、前期のこの70億っていうのがなんかどうも変なんですよね、この経常利益がね。なんかもうちょっと行き過ぎてんなと思って、正直思ってんですよね。だからちょっとこれはちょっと究明した方がいいかなと思って、今日はもう時間ないんでしませんけど。なのでこれ、まあ、これがもし本当の意味の現役だったら、あれですよね。もっと株価は逆に下がってますよね。そうではないんだろうな、というふうに思いますね。まあ、売上がめちゃくちゃ増えたっていうわけでもないしな。まあ、わかんないですけどね。まあ、というようなことで、そうですね。まあ、一株重資産のところぐらいまではね、まあ、見ていけるんじゃないかな、というふうに、まあ、思ってますね。で、あとは、エベックスですね。XG 相変わらずね、もう好調にね、
YouTube に動画を上げまくってます。で、結構私見てます。ついでにあの、コニーさんのね、解説もね、見てます。XG いいですね。で、もう全世界からおそらくね、CD の注文入ってね、何しろ限定版で1回限りなんで、ね、私も注文しましたけど、まあ、あれはね、相当ね、効いてくると思いますよ。先にもうね、入金してしまうんですから、予約ですから。お金払ってんですもん。ということはですね、次の四半期に、これはもう着実に乗ってくると。9月27日にですね、実際のその CD が、届けられるんですけど、まあ、そこで、どうですかね、売りが立つ格好になるんですかね。まあ、これね、最後のところだけはしっかりと利益をね、まあ、政策保有株式売って利益出してきたっていうね。もう株主にとっては本当に親切な会社ですよ。まあ、四畜ね、ここがまあ、前期、こういうね、売り上げと利益なんですけど、まあ、フェスとかすごいあるはずですからね。で、フェスがやっぱり、まあ、ちょっとね、チケットがね、何しろその前からね、先行チケットでしょ。そうすると、このところの電気代の高騰とか、まあ、いろんなもん、まあ、物価高騰ですね。に対応した価格設定にチケットがなってなかった可能性があるんですよね。だから、結局、あらりがやられて、まあ、ちょっとね、大型フェスが一番儲かるんですけど、そこがですね、前期マイナスになったんですよ、この第一半期ね。だけど、この4、6月はですね、そこも修正してこれる、四畜ですね。四畜はですね、まあ、こう修正してこれるっていうのと、それからこの9月の27日に、要するに、まあ、実際に、ファーストミニアルバム XG のね、これ発売になりますでしょ。これもう莫大な売り上げになってるともうすでに思います。で、どっちで立てるのかわからないですけども、品物を発送した時点、この時点で売り上げが発生すると思いますので、そうするとですね、この9月の、この決算ですね、これは11月になるんですけど、それはすごいいい決算になるんじゃないかなと私は思っております。だから、このですね、40.9% マイナスの営業利益っていうのはもう完全に引っ掛け問題だというふうに私は思ってます。ありえないです。絶対にありえない。というふうに思ってます。それからですね、サマンサーですね。前からず、あれですね。ディズニー100売れ続けてますよね。これもまあ問題ないかなと思います。それから TOA ですね。これ順調に上げてきてますよね。うん、いいですね。見てください、このチャート。ね、素晴らしいですよね。本当にいい銘柄を私は買ってるなと思って、自分で言うのもなんですけどね。遠くまで声が聞こえるみたいな感じで。これも 0.84 倍で、ちょっとね、PR が 25.3 倍。でもこれ P はね、多分、利益もっと出るんだと思います。ここね、48.2 円じゃないと思うんですよ。だから、多分ですね、まあそこのところをね、まあ見越してるんじゃないかなというふうに思うんですよね。それ以外に、こうなんかね、この赤点しちゃってね、まあ赤点しちゃって、まあ、これ特別な理由があるんですけども、まあ、赤点しちゃってですね、それでこう株価上がっていくっていうのも面白いっしょ？ね。まあ、セグメントで見ると、日本の事業が、まあまあ、利益は出してますよね。5億円ぐらい出してますよね。で、アジアパシフィックのところもですね、5億5000万ぐらいの利益を出してると。で、欧州、中東、アフリカ、これも1億4000万だもんね。手悪、アメリカも5400万出してるんですよね。どこが悪いかなというと、あれですね。悪いとこはね、そんなんないですよ。中国、東アジアも、一応4600万円利益出してるんですよね。これがね、不思議なんです。で、売上なんで増加したけど、営業費用が増加してセグメント利益が減少したって言ってるんですよね。まあ、それは、費用が増加したら、なんですけどね。結構、温かい目で見てくれてて。ね。そういえば。なんか、面白いですよね。で、経常利益はどうやって出したかっていうと、為替差益ですね。2億ね。まあ、世界中とやってますからね。それぐらいですね。あと、受け取り配当金。そういうものですね。ほんで、まあ、営業外の、まあ、費用が減って、1億6900万。まあ、経常がね。どうなんですかね。これよくわかんないですよね。でも、これ、40円くれるんですよね。だから、いいかなみたいなことでほたっとんですよね。もっと下で買ってますからね。うん。まあ、この辺で買ってますからね。もっと下ですかね。よく上がってきたなと思ってるんですよね。不思議です。これはね、ちょっと不思議ですね。まあ、トワさん、まあ、上がった方がいいんですけど、レーティングが格上げになってますね。これね。
東海東京ですもんね。東海東京のレーティングって、しかしそれにしても意欲的に1350円ってね。まあ、まあ、いいかなと。とは、そんなに TOA は持ってるわけじゃないんで。あと、Z ホールディングスね。これもね、300円だと、300円だといいな、みたいなことで。あそこで買ったんですけど、まあ、見事にね、上がってますよね。これはいい上がり方だと思います。まあね、こんな感じで。300円台、この辺ね。この辺で買ってるんですよ、私ね。僕はもうビューッと上がって。こんな簡単に売っちゃいけないですよ、もう一回ね。握ったらね。そういう感じですね。それから、マーベラスね。マーベラスもですね、実はマイナスだったんですけど、黒字化しました。ね。まあ、この辺、まあ、なんか、この辺ぐらいで買ったんですかね。この辺ですよね、落ちてきたとこね。で、こう、下行ったんですけど、あれですね、ずっと我慢したら、まあ、こうずっと上がってきて、ね。うん、まあ、なんか、動物牧場あれ、きっといいんじゃないですか。なんか、下期変調だって言ってますからね。発売タイトルがね。だから、まあ、一応信用してみようかな、というふうになるとね。まあ、ポケモンの目指すのがいいんですよね。22% 現役着地なんですけど、それでもね、やっぱこうやって評価してくるわけなんですよね。やっぱり、あれですね。ゲーム系の会社っていうのは評価高いですね、皆さんね。で、ここやっぱり利回り 4.68% 今でもあるんで、これはやっぱ買われてきますね。利回りでも買えますもんね。これ700円だとね。っていう感じですね。そして、エディワークスグループですね。これもね。私が買ったら上がっちゃったというね。よくあるんですよ。こういうことがね。まあまあ、この辺で買ってるんですけど、なんかその後ビューッと上がって、もう一回こう、下げてほしいんですけどね。ちょっと買い足らなかったんですよ。ね。今のところ、緊急時対応モードにありますんでね。それまだ解除してませんから、私ね。あんまりこう買ってないんですけど、なんか、じっと見てると、これは中国人に相当、ね、いけるぞ、と。いう。別にそう、私が言ったから上がったわけではないと思うんですけどね。だけどこれ、ミックスケースバッチリですよね。うん。PTS も上がってるしな。嫌ですね。ちょっともう下がらないかもしれないですね。その時はですね、どうするかというと、私は被せないんですよね。もう、あれです。そのまま、上がっていくのをじっと見ておくと。ね。自分の階段下を下げるようなことは絶対にしないというのが、一応私の考え方なんですよね。ということでございますね。まあ、もちろん、すべてが成功するわけではないんですけど、まあ、ちょっとこう自分の中でリスクがありそうなものは、まあ、途中でね、やっぱりこう、削ぎ落としていって、あと、まあ、資金を確保する。というね。まあ、要するに、35% に、キャッシュポジションを持ってきたかったんですよね。でとにかく、マーケットに出しているお金をですね、まあ、65、まあ、それでもちょっと多いぐらいだなと思ってますけど、まあ、それぐらいやっとかないと、やっぱこう、金額がね、含み益の。絶対額そのものもね、もう重要ですからね。ちなみに、この、今日の 104.2% の含み益っていうのはですね、実は私が 35% のキャッシュポジションを持ったこの時点でもですね、実は金額的にはですね、むしろその過去を上回っている形になってます。まあ、それ一つ特定口座のものはあんまり切らなかったっていうのもあるんですけど、それでもやっぱ結構整理してるんですよ。例えばアクシージャーとかも売りましたしね。からオンワードも売りましたしね。結構ね。これも全部みんな特定口座でしたからね。でも、まあ、それでも 104.2%。だからね、備えは万全です。結論ね。けど、とにかくね、皆さんに、私はまあ、この、自慢してるんじゃなくて、報告してるんですよね。まあ、こうね、毎日聞いていただいてる皆さんにですね、不定期に、まあ、こうやって、こういう考え方でこうやって投資したら、こんな風な結果になりましたと。で、それをどういう風に今後考えるかみたいなところは、まあ、はっきりはいい。わかんないし、私もね。だけど、まあ、こう、私のわかる範囲っていうか、私が希望する範囲ね。結構自分勝手ですからね。で、やってると。で、突如それが気が変わることももちろんあります。ね。君子表変数って感じでね。君子、私は猫変数ですけどね。って場合もあるんですよね。ってなことでですね。まあ、こう、含み益ね。大事です。それと、キャッシュポジション。この二つが両立していることですね。が、非常に重要だと思います。で、そうすればね、まず第一弾ですね。何かあった時の下落に、もですね、含み益が、まあ、原資産ね。自分が投下した資金のが、目減りするのが一番まずいんですよ。含み益はいいんですよ。いくら減ったって。ね。ゼロにならなければ。
で、含み益がゼロになって、さらにマイナス状態に、減資産まで食っていくような状態になるというのはですね、一番良くないですよね。ただまあ、その前に慎重にですね、キャッシュポジションを上げとくというようなことで、まあ、その間ね、いきなりってことはないですから、まあ、40% ぐらい持っとけば、あれですよ、いきなり 40% ですね、全体が下げるってことは、まあ、絶対ないですからね。まあ、ほぼですよ、絶対とは言いませんけど、1日2日3日4日ぐらいの余裕はありますんでね。そうすると、まあ 20% ぐらいのところでね。まあ選定するものは選定してキャッシュポジション上げてますからね。まあそんな風に考えてます。ですから、まあ今のところですね、ちょっとお備えは、まあ十分かなということで、まあ含み益、ね、大変重要です。104.2% ね。まあこれぐらい、まあ要するに、2倍強ということですよね。2倍以上ということですね。これぐらい持っておくとですね、まあ何が来ても安心ですから、どんとこい頂上現象って感じで。そういうようなことです。まあ本日はですね、私の保有名29銘柄ね、これ全部ちょっと、ざらっとね、見てまいりました。ということでですね、まあ週末ですね、楽しいですね、ホリデーをね、送っていただければというふうに思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまででございます。もしこのチャンネルがですね、まあ適当なんですよ。ね、ざっくり言ってんですよ。あんま論理的解説はないんですよ。私はものすごくファンダメンタルかつ定性的なんですよね。でも結構いい加減でしょ？ボケてますしね。数字はよく間違えるし。なんですけど、まあこれがね、まあいいなというね。まあこう、メンタルに合ってるなみたいな。ね、安眠できる投資ええなみたいなね、そういうような方がいらっしゃいましたらですね。まあチャンネル登録お願いします。それから高評価ボタンですね。こちらもよろしくお願いします。あと、メガリクエストは、ね、1000円以下、できれば500円以下。ね。それで、ミックスケースは8時前後ですね。っていうようなことで、ぜひね、お願いします。もう、ネガサ株は疲れますから、ね。危ないですよ、今。ね。ということで、よろしくお願いします。長時間のご視聴、本日もね。ありがとうございました。また明日。